とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もコメントいただきました。ありがとうございます。邪悪なレイスだけではなく、テンペストゴーレムも強化されてるっていうことなんですよね。こいつももともと結構強かったんだけども、無敵時間がなんか発生してるらしいんだよね。まあ、見ていきましょうか。やっていくのは、影ビルドですね。影ビルドじゃないな。影凸ビルドだな。言いにくいな。影凸ビルド。はい。では、行きましょう。どんな感じ？普通に一発目は当てれるんでしょ？あ、完全に無敵なんだ。なるほど。完全に、無敵になってますね。前はこの状態であってもダメージが10分の1ぐらいか、そんぐらいはね入ったのよ。でもそれが入らなくなったっていうことね。はいはい、これはちょっとやりにくいぞ。これワンパンみたいな感じが全然できないっていうことでしょ。お、あ、いや、いけるかも。ワンパンはいけるのかも。うん、もしかするとダイナモつけていけば意外とワンパンできそうな気はするね。うん、ただただ無敵時間ができたっていうだけで、あ、ワンパンは意外といけそうな気がするな。どうだろうね。あ、いった。よっしゃ、回復しとこう。あと一発で、倒せるよね。オッケー。いきます。うん。なるほど。この火力でいけるんだから、ダイナモをつけると、ワンパンで倒せそうですね。うん。でも、昔みたいに、ドアが閉まってる状態の時に、ダメージが入らなくなったので、ちょっと倒しにくくなった感はありますね。うん。まあ、特に、スポンジのワンパンは難しいかもしんない。はい。テンペストゴーレム強化されましたので、若干なりとも注意していってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。